あなたが告白するっていう勇気を持った度合いだけ真実のパートナーにたどり着ける。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。いつもご視聴ありがとうございます。今日のテーマはなんか告白するのが恥ずかしい、怖い、まあいいかっていうあなたのためのいい動画ですよ。日本人はですね、特に告白するっていうことのハードルを超えられないがゆえにですね、パートナーシップがうまくいかないっていう人はとてもたくさんいるんですね。告白できない理由の一番はですね、うまくいかなかったらどの面下げて会ったらいいの、今だったらお茶飲んだりとかお酒飲みに行ったりとかそういうのはできるけど、うまくいかなかったらもう会えないんじゃないのってやつとか、どうせダメだろう、今までもダメだったもんっていう何かネガティブなイメージを作る。でもそれをなんで作っちゃうかっていうと、実はですね、あなたが打たれ弱いっていう大問題があるんですよね。ところがですね、一方なんか彼女や彼氏が絶えずいるようなタイプっていうのはですね、実は気持ちを伝えたりするのがすごく上手なんですよね。皆さんちょっと中学校ぐらいの時にですね、まあクラスに可愛い女の子がいると、大体彼氏はヤンキーっぽい子が多かった。でかっこいい男の子の彼女もなんかイケイケ女子が多かった。これなぜかっていうとですね、彼らは告白するわけですよ。告白というか、タイプですとか、俺と付き合っちゃうよとかねって言いながら、心理学では行為の変貌性って言うんだけど、自分を好きになってくれる人に人はやっぱり興味を持ってくるんですね。だって向こうは私を好きなんだから、俺を好きなんだから、私さえ俺さえイエスって言えば付き合えるんだったら、とりあえずじゃあ付き合ってみるみたいなところになっちゃうんだけれども、特に告白できない人っていうのは、この好意を表現するっていうのが下手というか、恥ずかしすぎて別にみたいな態度を取られることが圧倒的に多い。だから相手から見たら自分のことがまさか好きだというふうには全く思えないようなことをあなたはやっちゃうわけですよね。一番ですね、大事なことっていうのは、人を好きになるっていうことは悪いことでは何でもないにもかかわらず、すいません、こんな私があなたのことを好きになっちゃってみたいに思ってる人のまあ多いこと多いこと、何でもそうですけれども、何かを大好きになるっていうことは絶対それは幸せなことです。彼とうまくいったらっていう風に、ふわん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 ふわわわわん、壁ドーンで彼が前から君のことをなんて言われたら、もう私でも皆さんはそんなわけないかっていう風にいきますよね。でね、男女関係が絶対うまくいくためには、この告白というか好意を表現するっていうことは避けて通れない。で、皆さんにお伝えしたいのは、うまくいかないっていう時に皆さんはほとんどこれをやるんですね。一撃必殺で告白が成功するように、できたら人生で一回だけ告白して、それが大ビンゴでありますように、まあそれぐらいうまくいきゃいいけど、一般論で考えたらですよ、何度も何度も失敗して学んで、そして多くの人は成功すると思いません？それは男女関係以外でもです。でもあなたが失敗するということを恐れていたんではですね、全然ことが前に進まないわけです。だから私はですね、まあ恋愛の恋の打たれ強さっていうんだけど、うまく告白していかない時に、これは失敗ではなくて私ではない、真実の人じゃないっていうことが分かったんだ。エジソンはですね、発明家ですけれども、一
敗失敗して、なんでそれだけ頑張れたんですかって質問された時に、わしは一度も失敗などはしておらん、この素材が向いてないということを発見できただけで、それは失敗ではないって言ったんですけど、同じような強さがあなたにいますよね。うまくいかない恋愛、あ、彼じゃなかったんだ、真実のパートナーは彼女じゃなかったんだ、じゃあ時間の無駄をしなくてよかったな。でもですね、一人の人を好きで告白できず、ずっと時間を無駄にする人、とてもたくさんいますよ。あなたが告白する好きな気持ちを伝えるっていうことでうまくいかなかったら、時間の短縮になると思いません？この人は真実のパートナーではなかったんだ。どうかですね、うまくいかなかったら私たちはよく言います、骨は拾ってあげるし、戒名も書いてあげます、なんだったら四十九日の法要まであげてあげますから、告白しといて。ダメであったとしても、あなたにとって学ぶことはとてもたくさんあるし、特に恋愛の時間短縮になります。まあまあ皆さんね、そういう恋愛するっていう時間は無限大にあるって思っていらっしゃるとしたら、一番いい時代はあっという間に過ぎ去っちゃいますよ。ダメで、もともとあなたが告白するっていう勇気を持った度合いだけ真実のパートナーにたどり着けると思います。うまくいかない恋でも、最後に僕もあなたのことが大好きですって言われた時に、どれぐらい大きな喜びがあるか、それを考えてみてほしいですよね。ということで、今日のお話お役に立てたらグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。お待ちしてます。またね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるの、プラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのは、カウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものか
ちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。